マルティン・ソンカは、チェコ共和国の極技飛行パイロット、チェコ空軍の戦闘機パイロット、2010年から、レッドブルエアレースワールドシリーズに参戦していた。1997年、ブルノにある、チェコ防衛大学に進学し、グライダーに乗ったのが飛行キャリアの始まりだった。1999年、自家用操縦士のライセンスを取得、2000年、 パルデヴィツェで、チェコ軍に入隊。2001年から2005年にかけて、パルデヴィツェ大学のジャンパーナーが教鞭を取る、トランスポート学部で輸送、マーケティング、物流管理を学んだ。2005年、収支を取得。ナームニエシュチナとオスラボウの空軍基地へ転属して2年後、2006年には、チャースラフの21世紀戦術空軍基地へ転属し、 高速ジェット練習機の L-59 の派生機、L-159 アルカに乗り始める。2005年、チェコ国立局技飛行チームのメンバーに選ばれ、S-31 に乗る。2009年、レッドブルエアレースの予選キャンプに合格し、スーパーライセンスを取得、2010年シーズンの新人賞にノミネートされた。レッドブルエアレースでは、レッド、 ブルーチーム損加として活動した。2017年シーズンの開幕アブダビ戦で初優勝。2018年シーズン序盤は期待の不調で出遅れたが、その後4勝を挙げて年間チャンピオンの座を射止めた。2019年のレッドブルエアレース終了後、2022年開幕のワールドチャンピオンシップエアレースにもレースパイロットとして参加。ありがとうございます。